ポルトスは、アレクサンドル・デュマ・ペールの小説、三重詩をはじめとする、ダルタニアン物語に登場する架空の人物。本名は、作中では伏せられており、ポルトスというのは要を忍ぶ、仮の名前で、本名は不明。仮名は、デュバロンだったが、獲得した領地をつけたし、デュバロンド、ブラシュード・ピエール・フォンと長々しい名前を名乗るようになる。ポサス・アトス、アラミスらとに、 パリの三重子の一人、ピカルディ出身。ダルタニャンと血統騒ぎを起こすものの、後に大親友となる。年齢は不明だが、大体ダルタニャンより5歳ばかり年上でアトスより年少だが、アラミスより年長。性格は見えっ張りで、虚栄心が強い。派手な服装を好む。これがきっかけで、ダルタニャンと血統に及んでいる。それでいて、豪法来楽で、 どこかユーモラス。また、自分に知恵がないことを自覚しており、ダルタニャンらの真言を素直に受け入れるの。結婚によりかなりの財産を手に入れた後は借を欲しがって数々の冒険を繰り広げた。だが、同じく栄達を求め、ある程度手段を選ばないダルタニャンやアラミスと違い、その善良な性格から陰謀や裏切りなどを考えることすらしなかった。教養に、うとく、 たびたび騙されることも多かったが、ポルトスの遺言書は、見事なもので、法律やしきたりなどよりもずっと深いところを読み取った、もので、遺産を受け取れなかったものも落胆しながら、同時に、ポルトスに対し尊敬の気持ちを持ったとされている。また、ポルトスの死は、大層惜しまれた。ポルトスに何十年も仕えた従者は、主人の死に絶望し、ポルトスの遺言状が公開された日、 自分に配分された遺品を抱きしめたまま眠るように死んでしまっている。怪力の持ち主で牛を素手で殴り殺すことができる。人間離れした協力のため格闘技をやれば相手のほとんどが死に、結果夫や父を失いゴケや孤児になった者が大量に出たため、ポルトスの領地では格闘技の試合がなくなったほど。その努力は衰えることを知らず、ベルイール要塞の建築の際、 50代半ばながら、男6人がかりで持ち上げることすらできなかった、石材を一人で運搬して乗けている。ただ、三重市において、アンヌ・ドートリッシュ王妃の名誉のためダルタニャンたちと共に、イギリスへ向かった際、リシュリュー数期共派の男との決闘に負け、真っ先に落語するという失態を犯しており、ポルトスの強さが目立ち始めるのは、20年後以降、政治的には、 青年期の十四時代には国王派だったが特に思想をめいたものはない。そもそも政治的に立ち回るという能力に欠けている。青年期は貧乏だったが20代の頃金持ちの未亡人と結婚。彼女の死後は80万リーブルという莫大な遺産を得る。取り立てて財産目当てでもなかったようで貴族たちに身分の低かった夫人を侮辱されると3万人ばかり。 殺したくなってくると過激な発言をしており、現に別死した人物を二人殺したとのこと。だが、子供もできず、1646年に死別している。ただ、実施はいなかったが、アトスの息子であるラウルを可愛がっており、彼に多額の遺産を残していた。ポルトスのモデルは、イザーク・ポルトーという、ガスコーニュ人の重視。重視隊長、トレビルのいとこであり、 そのつてをたどって入隊したと見られている。軍人としては特に見るべき功績はないが、いとこにはアルマンダトスがいる。1654年に父親が死亡すると退役。1712年に脳梗塞で死亡した。20年後13章。ありがとうございます。